今からですね、今ね、この信濃川の河口を見たい見たいとボケーっとうろんころんしてたらですね、あの今日、まあ、次の道の駅泊まろうかなって思ってたら、なんとそこまであと75キロあるらしいですよマジかって話、なんかすぐそこに見えたから、これがなんか新潟県の恐ろしさですねすぐそう、北海道みたいな距離感、うん、北海道より距離感あるやろ。北海道だったらまあしゃあないな、ちょっとミカ縮尺変えなあかんなとか思うんですけど、新潟、新潟ちょっと広い。イエス、そのうちね、いつか乗ろうであろう新日本海フェリーのターミナルがあったんで、そこを見て、今日の寝床を決めたいと思います。港で寝るか、ど真ん中だもんな。もしかしたらね、新日本海フェリーさんのターミナルの近くで寝るかもしれません。こういうとこ行かせるんだよね、グーグルちゃん。よっこらしょ。新日本海フェリーが止まってます。これなんだろう、何号、もちろん浜那須じゃないよね。おお、すごい。ちょっとこう画質変えましょう。おーし、あー、何これ、いつ出発の、出港なの。新日本海フェリーさんでございます。北海道行き、新日本海フェリー。ここで寝てもいいかもな、マジで。これ車、配送する車か。なるほどなるほど。え、これドッコントラックはどこナンバーだ。わからない。おお、なんか他に船がある。まあ、信濃川の河口ですよ、これ。ここ。はいはいはい。敦賀のね、あそこにも船、なんか閑散としてたけど、やっぱ船がね、ターミナル。船が止まってないと、もう本当なんか古びた。あ、建物ですけど。船が止まってるとやっぱ違うね。なんでこれ自衛隊さんたち乗ってるじゃん。すごーい。船に乗って行かれるんだよね、自衛隊、北海道。走ってる走ってる、自衛隊さんだよな。え、何時出港なんだ。これ一旦どこ、敦賀から寄ってるんかな今。あー疲れた。なんか船の名前はユーカリですね。新日本か、いつかはね、こっから船乗ると思うんですよね。レストラン。本当ね、この浜那須号じゃなかった、夕張号に乗って北海道にね、乗っていきたいんだけど、秋田ですね、秋田まで乗っていきたいんですけど、なぜ今回は下道で行く秋田の旅ってなってるんで、やっぱりね、乗るわけにはいかないんですよね。下道でやっぱ行かなきゃという。船乗ると Wi-Fi、 このね、新日本海フェリーね、 Wi-Fi 使えないんですよ。結構使えない船いっぱいあるんですけど、確かね、舞鶴から乗った時があれは夜中の11時に出て、次の日の夜の9時ぐらいに着くわけですよ。要は23時に出て次の日の21時ぐらいに着く。 Wi-Fi は使えないけどね、使えない分楽しい時間が過ごせましたよ。ここで寝る分には構わないんですけど、この船が10時半、22時半に出港したら、もうそこのターミナル、もう閉まったらトイレがなくなるんですよ。最悪、ショーだったら、ね、しょうがないかなっていうところなんですけど、
大が催してきたらもうどうしようもないじゃん。あの人どこ行くんだろう。いいなキャンピングカー。キャンピングカーですね。 Google マップ見てたら何ですか、道の駅近くに道の駅発祥の地みたいなの書いてあって、道の駅があったんで、朝目覚めたら海っていうここで寝たいんですけど、お酒を飲むことを考えると運転ができなくなるので道の駅発祥の地に向かいたいと思います。今ちょうどね、熊本の山鹿から K のエブリーで来てらご夫婦で来てらっしゃる方いましたよ。ここまでどうやって来なかったんですか。でもずっとぼちぼち月曜日に山が出て、月曜日、はい、今日何曜かな。ペース早いですね早かよね。いや今から登る予定なんですよ。大間に行く。今から、そう今から行くとですよ。これ先々月タッピーと大間行ってきたの。そっちどこで行けるようになったですね。大間から一気に九州まで下って、でしばらく休んで、で鶴ヶ原乗ろうかなと思ったけど、いいかと思って、ほら時間20時間、約20時間でしょ、鶴ヶ原で。ちょうど夜遅いし、で、この警備員だと夕方つって、ちょっと車に邪魔なるって入れましょうか。邪魔なんだ。津軽からずっと海沿いバイクでしょ。だから途中山越えて行ってからタッピーの方には行かんと。ああ、だからそっちも、まあ、時間気持ちが向いたらタッピー行った方がいいよ。したらね、タッピー岬に石川さゆりの海があるの。津軽海峡冬景色ですか。2番目がほらこの網がタッピー岬だけに橋があるけんが、ボタンを押すと流るの、その手前のとこにね、剣止めたおばちゃんのおらすもん、見せ場所おらすと、車で、で、あいつがどこから来たって必ず喋らすけん。喋らすとそう、もうバリバリ津軽部屋行くで。そらなんかやっぱ聞いたらいかんことで今ですね。石川さゆりと同居やけん、下伝えて言っちゃうんだ。そうも言わないかんって。なるほどですね。面白い。それがあれらしいけん、お客さんに声かけてね。本当は温泉入ってるから、ほら、銭湯も立つとことか、公衆浴場、でもそれでも400円ぐらいすっとですよ。だけどほら、快活クラブとか、アプリ塩とか、バーッと入って、バーッとソフトクリームって、バーッとポータブル充電充電してから。フェリーターミナルを出てきたところです。ちょうど熊本ナンバーの車の方をお見かけしたので話してました。車は白のエブリーで、ホイールが黒に黄色のラインが入ってる可愛い車でした。乗ってる方々もこういう方ダメ、乗ってる方々もものすごく気さくな方でね、もう熊本弁でくっちゃべっち来ましたよ。で、熊本県の山鹿市ってあるんですけど、その旧鹿本町水辺の里プラザの近くに住んでらっしゃる方々っていう仲のいいご夫婦でした。どうもありがとうございました。いろいろね、またいい道の駅とか教えていただいたりとか、この前の農で会った一緒に飲んだ人がいいって言った道の駅と同じ道の駅がいいっておっしゃってます。すごくね、気さくに話させていただきました。本当にありがとうございました。よかった。そんな感じで、その方がすごいですよ。もう日本列島をね、やっぱみんなすごいね。やっぱ熊本ナンバーで今まで会った人はね、やっぱみんな結構ね、うろんころん日本列島してますよ。とりあえずコメルに行きましょう。コメリとマクドのコラボを見てみたい。はい、そろそろコメリに着きますよ。このスーパーの名前読め、なんて言うんだろう。200m、100m、 あったコメリの中にマクドナルド川谷コメリ店。おー、右側に
もうコメリは閉まってますけども、あ、コメリにこういう右車線があって入れるとこがあるんだ。へー、マクドナルドコメリ店でございます。変わったりコメリ店でよろしい、コメリ店ですよ。ほら、マクドナルドコメリとマクドナルドコラボ見えますか皆さん。ほらほら、すごいすごい、マクドナルドコメリ店、なんだっけ、川渡りコメリ店、川渡りかな、なんだろう。はあ、ちゃんとドライブスルーもあるんだ、すげえ。はあ、ペットミヤスポーツデポ、これもね、新潟がおそらく本社の会社ですね。これ新潟パワー全開のお店の中にマクドナルドってあるってやつですか。はあ、来てよかった。なんかこの不思議な光景ですよ。てかコメリがね、なんかすごくない？こんな感じですよ、コメリが。あ、見える、コメリが、あのちょっと夜だから分かりにくいかもしれないですけど、こんなと普通コメリって単体でないですか？単体でコメリって単発の建物でさ、こんなテナントでみたいな感じで入ってるコメリ、おまけにこんな街中のコメリですね。で、コメリの前にまずマクドナルドがあって、ココストア、ココスがあって、スキヤがあって、ケーズ電機があって、イエローハットがあって、これ全部見えますからね。なんかあんなおしゃれな、なんだろう、街灯、なんかパチンコ屋かな、あれなんだろう、あれ何だろう。ちょっとほら、コメリの、コメリの前のマクドナルドですよ。すげえ。ちょっとあのなんか向こう側気になる。もう俺もう腹減った。あれスーパーマーケットがもういい時間だから半額の品物とかがあるかもしれない。ちょっと行ってみよう。ほら、あ、ここ今テナントなんだよ。なんか新潟って北海道みたい。なんか北海道の人いっぱい新潟住んでないって。なんか無駄に駐車場がね広い。だってこれそんな街中から離れてないですよ。ここやっぱ車社会なんだね。ほんと、マルハ、パチンコ屋かと思ったら、ほら、すごいですよ。パチンコ屋かと思ったら、スーパーマーケットですよ。左側、ツタヤ書店で。あ、いろいろあるんですね。ケーズ電機、ブックオフ。ほら、もうこうなったらこの店もね、もしかしたら新潟の都市部を過ぎたらなくなるかもしれないんで、ウォーローと一緒にもう一回羽、ね、ちょっと中身を確認してた方がいいかもしれませんね。はい、行ってきました。いまだに名前を見てくればよかったですね。いまだに名前を見てないですね。はぁ、はぁ、はぁ、このスーパーマーケットを出たいと思います。なんか普通ですよ。普通。もうこの時間だから3割引きのやつとか結構ありましたね。でも今日ちょっとね、いろいろ買っちゃってるんで。おぉ、でかっ。北海道みたいな。新潟、北海道じゃねえ。ほんと、これこそ車社会ですよ。なんか新潟は北海道と日本が入り混じってる、そんな感じで。面白い、やっぱいろんな町行ってみると面白いもんだな。発見しかない。あるんですよ、岡本石油、電気も売ってる岡電。岡本って北海道も多いんですけどね。はい、阿賀野川という川を通過してます。なかなかひでかいんですよ。
線、やっぱ新潟ってこの7号線が意外と抜けるためには走りやすそうですね。あ、おまわりさんに今いいこと教えてもらいました。出なかったら俺多分この7号線だと Google マップには多分出てこないから使わないもんな。あ、普通のサービスエリアですね。今飲むか、トイレどこ。今日はですね、ごちそう、今日というか何日分かなんですけど、ごちそうでございます。今日行った新潟市の中心部にある道の駅新潟ふるさと館だったかな、そこで買った店員のお姉さんおすすめの数々を買ってまいりました。そのお姉さんよく、私はあの貝が好きなのでということですね、お酒と合いますよということで、居酒屋のつぶさは北海道産つぶ貝仕様の食べ物ですね。次はですね、菜の花にしん漬け、これもなんかうまいとおっしゃってましたね。でこれは僕が買った、これはひじきですね。これはもうご飯のとか食べるときに食べようかなと思って、でこれはもう僕が買ったやつですね。これはあの佐渡さんの味付け倍貝、これはもう今から食います。はい、とこれはなんかリピーター客が多いということで人気らしい鮭吹雪ということで、これも買わせていただきました。でこれを僕が買ったやつで、佐渡さん味付きもずく、花もずく、塩漬けのもずくがあったんですけど、ちょっとそれはもう塩抜きとかが大変だということで、もうこう味付きのもずくを買って、まあ明日の朝のご飯で炊いて食べようと思います。今外の方はですね、雨が降っております。まあ雨が降ってるんでね、明日の雨が降ってくれたら朝がゆっくりできるので、ちゃんとここでご飯を炊いて、このもずくを食べ、朝の時間ゆっくりしたいかなと思います。なんか最近ね、もうほんと忙しすぎて、もうゆっくりする時間が運転とか動画の編集とかが忙しすぎて全然ゆっくりできなかったんで、今夜はちょっと昼間2本動画作成したんで、短いやつとまあ普通のやつですね。ちょっともう久しぶりに、いつも飲んでるけどちゃんと飲んだ、もう疲れて飲んでるだけって感じだけど、今日みたいにちゃんと飲めるのは嬉しいな。じゃあちょっといただきます。いただきます。乾杯。ののもありましたよ、鮭昆布巻き。このですね、昆布の中に、まあ、魚の鮭が巻いてあるそうなんですよ。これもなんか人気があるっておっしゃってましたね。今日は本当に贅沢してますね。うん。久しぶりに贅沢してます。